どうもうさぎ大好きうさ豆タイムです。今回はうさぎを飼うと怒ってしまいがちな事件を4つ紹介します。こちらは彼女が豆ちゃんを吸っているところです。しかし豆ちゃんとしては構ってほしくなかったのか、次のような行動。そう、お耳プルプルです。ふわふわな耳が直撃した彼女は笑って動くことができません。ウサギは甘えてくるときとそっとしておいてほしいときがあります。そこを見誤るとこのような事件が起こってしまいます。僕の場合はこうです。お分かりいただけただろうか。まるでアザラシのように僕の抱っこを拒絶しております。彼が甘えるときはこんな感じ。ウサギの気分の変化に合わせて構いすぎには要注意ですね。こちらは先日壊れた充電コードです。コードが壊れるのはこれで4本目。4本目だなんて聞くと、なんて不注意なんだと思う方もいるかもしれません。しかし過干渉なのも、先ほど申し上げたようにウサギの機嫌を損ねてしまうので、ずっと抱っこしておくわけにもいかないのです。そこでコードにカバーを取り付けるのですが、カバーの合間を一瞬の隙を見てウサギはかじってしまいます。彼はかじるのが大好きなのです。カバーをつける、なるべく目を離さないなど、できる範囲で対策を講じるしかないでしょう。ウサギはトイレの場所を覚えてくれます。しかし確実にそこでしかしないかというと、そうではありません。こちらはマメちゃんが遊ぶようにアマゾンで購入したペットサークルです。しかし彼にとってはここは公衆トイレのようです。うんちが溢れてとどまることを知りません。一般的にトイレの場所を覚えてもらうには、トイレ以外でうんちをした場所の消臭をすることが大事だと言われています。このペットサークルも最初はこまめに消臭していました。残念ながらそれでもマメちゃんにとってはペットサークルは公衆トイレだったようです。そう、ウサギはトイレの場所を忘れてしまうこともあるのです。そう思えばほとんどこのペットサークルとトイレでうんちをしてくれるのは逆にありがたいですね。あとおしっこも。こちらはリンゴを食べているマメちゃんの映像です。そう、彼はリンゴが大好きなのです。それなら間違いなく食べてくれるだろうと思って買ったのがこのペレット。その理由がこちら、リンゴジュースカスが入っているんです。ということであげたのですが、食べてくれません。そう、好物が含まれていれば食べてくれるというわけでもないのです。しかしこちらのリンゴ入りのおやつはというと、ご覧のように食べ始めました。結局実際与えるまでは食べてくれるかどうかわからないため、在庫を抱えることになります。ということで今回はウサギを飼うと起こりがちな事件を4つ紹介しました。ウサギと暮らすにはいろいろ気をつけないといけないこともありますが、それを踏まえてもウサギと一緒に暮らせていることに幸せを感じますね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。